ダメや、ここにザリエ農家さん殺さんといてよ、僕のこと死んでるけど何ですよ、ね、あとあと日なかり八山さん天才やりなそれはのトンネルは何トンネルに掘りに行くんですか。街道トンネルや。街道トンネルらしいよ、みんな。足一般じゃねえぞ、おい。はい、というわけでね、よろしくお願いします。はい、お疲れ。はい、お疲れ。はい、はっきりしろな。工事現場のおじさんがいる。お、お疲れー。ダメや、ここにザリ残したん。そういうことか。お、こんなところにお前ザリ残して、お前飛行機だぞ、お前。ニセペさん、ニセペさん、どうしたんですか。そんなに働くの嫌なんですか。連打します。いや、A と D を連打します。ここにザリ残したやつ、本当だよ。すいません、本当にごめんなさい。おめえぜ、おめえなんかつけてやる。あ、ペンさん、殺した、殺した。ペンさん、ペンさん、どこと、どこと、どこと。嘘でしょ。あら、まさかそういうことか、これ。皆さん、ペンさん、白っぽいっすね。ちょっとペンさんの話聞いてみません。ちょっと何を知ってるんだよ。ちょっとペン、いや、ペンさんの話聞きましょう。目の、目の前。ね、何、すみません、ペンさんの話聞きましょう。目の前で、この工事現場の砂利片付け忘れたの誰やみたいなの、中野沼さんが言ってたんですよ。で、いっぱい集まってきて、僕と、その死んだ人と忘れちゃった、ハテナさんか、と、ポンズさんとハッチャンさんで、まあ僕5人か、5人いたんですけど、普通に中野沼さんがぶった切ったんですよ、目の前で。そしたらなんか他のハッチャンさんとポンズさんが、ニセペンさんやったな、みたいな言い出したんで。これもしかしてはめられた三人街じゃないですか。砂利の下りは本当なんですよ。はめられました、うん、はめられてますこれ。あ、次ちょっとアルマ君の話を。じゃあすいません皆さんね、はい、うん、砂利の下りは本当なんですよ。うんうん、うん、アルマ八山ポンズハテナでね、エンジンの砂利ここに置いたやつ誰やって僕が切れてたらね、そうですね、うん、ハテナちゃんだけね右上にいたのよ、うんうん、でもう通り魔ニセペンさんがスパーンって切って、うんうんうん、あってなってレポートした、うん、我々が一番びっくりしてます、うん、つまりハッチャン、ハッチャンもポンズもニセペンさんがやったっていうんだな。そうっすね、間違いなく、ね、いや、いや、やったらその砂利の下りが僕分からなくないですか。一つ聞きたいんですけど、死んでからこれはどれぐらいのレポートですか。まあ結構経ってる。結構です、ね、速攻です、速攻よ。ちょっと待って、 3秒くらいは経ってる。僕が押したかな。砂利の下りを俺が知るはずないっていうのを、それいや人外視界で見えてたんじゃないですか。いや、時間経ってるのに僕がペンと押してるのおかしくないですか。ほんならだから3秒くらいみんなでえってなってたじゃないですか。こんなん超簡単ですよ。じゃあ、いや、もう賢者、僕賢者です。いや、賢者はてな、もう無理、賢者は僕です。賢者、皆さんの前で賢者しますよ。じゃあ2.8か。じゃあ1回許したい。賢者見たい。賢者ステップ見たい。いいけど別に、メインだ。メインでいいけど別に、別にもちろんもちろんいいけどね、別に見るけど。なんで3人のここにおかしい人が。ミュート。あ、ちょっとみんな待って、みんな待って、ちょっとここにいて。見るけど、ね、え、殺さんといてよ、僕のこと。死んでるけど、何ですよ、ね、あとあと、ちょっと見ないで。大丈夫よ。ちょっとみんな、死んでる、死んでる、早く死んでる。ちょっと、なんで死んでるの。いくよ。移動しながらやると、あれ、やばいやってんだろ、ペンさんこれ。いや、ちょっと待って。どういう、ペンさん、今ね、そういうことか。説明していいですか。僕ちゃんとガード張ったんですよ。ガード張って、でなんかコミサボかなんかみんなこう聞こえんかった時にガード張ったら一人死んだんですよ。ペンさん、ペンさんを中心にどんどん死んできましたよ、今。いいですか、ちょっと。ペンさんを中心にどんどん死んでいったんだったらペンさんは違くない？いいですか。はい、行きましょう。はい、うん、あ、何？いいよ。立ち山からずっとカチャ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 。
ちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいよ立ち会うからずっとカチ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 瀬戸さんのペンさんへの助け船ね、これいやもうそれは聞こえたんだよ、僕もむちゃくちゃですでも賢者ステップしてなかったから何やこれそうなんですのよねいやだとしてもペンさんがやってるんだとしたら60本刺してるってことになるなでもペンさんがやってるとしたら上の死体で下の死体は下の死体で誰かがやってたと思うんですよ、ね、ダブキルしようとしたけど3人いたからみたいなある、じゃあそれはワンチャン待って メインは何キルなんですかメイン2キル、うん、2人2、ね、人倒れましたねあ、それ以外でやってるのメインじゃないメインエンジンルーム3キルだよエンジンの右で1キルえそれを無視してしエンジンのね右で多分1人上で死んでトランが死んでたじゃんで最後その下でまた死んだと思うそうあレポートが入る前にもう1秒で2人ぐらい死んでるよもうバンバンって死んでるいやもう明らかに八山がカチ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 ちょっと待ってよニセペンさん、あんた止まってクナイ投げまくってたんだろ投げまくってなかったちょっと僕村長なんすけどそんなこと言っていいんすかお俺にくれよじゃあ差しがね向かわせますよあなた俺にくれればニセペン芝居あるよハッチャン入れましょうこれはニセペン芝居だったら俺に入れたら負けちゃうって負けちゃうってあはははキーボード変えるわじゃん連打強すぎですよ八山さん連打がケンジャーケンジャーだえ誰今もいますあれ動けん動けんいやいやいいんだよいいんだよこれ多分バリアと会議が一緒になっちゃったんじゃないのこれ誰か助けてこれはバグ動けん動けた動けたこれ多分残ってたの判定がこれもお祭り好きですよやばいんじゃないこれおーおーナイスナイスうまいやばいよこれはは死んでんの草ポンズポンズさん死んでるあらなんとなんとアロマ君ポンズ君殺しますけどあなたいや今回僕言ってないよマンサヤと一緒にいるからあそうマンサヤは金庫回してたからうん、うん、あれもでおめえ金庫破れだろっつって後ろでずっと喋りかけてたけどコンビそばだから何にも聞こえてなかったちなみにマンサヤペンさんはね踊ってましたよエンジンでずっとうん賢者のものペンさん白ってこと賢者ですじゃあもうポンズアルマハッちゃんが黒だポンズアルマハッちゃんが黒だろまさかのねあれ初手でも打てないって今回言ってた最初にじゃあアルマさん対抗誰ですのよおめえら全員だよ打ってないもんだじゃあ全員おめえに言って終わりだもん全員役職持ってて草でもアルマくんじゃないと無なおめえは金庫破りだろ黙ってろ八山ポンズ最初に殺せよこのペンギンをあら一生懸命クナイだけペンさんのね訴えかけが完全に響きましたよ、うん、プテさんとかだって賢者やものめちゃめちゃ3対1はめちゃめちゃ分悪かったですけど悪かったらほんとにペンさんだと思ったもん、うん、嘘つかない僕ナイスおもろいねやるやんあれでやるやんけあれでナイスキーボードナイスキーボードナイスキーボード俺一生懸命ニセペンさんにこうクナイ投げてたんだけど普通に切る投げられないんですか僕怖っあーおもろチュン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 ってやってましたずっとチュンじゃないですかカチャ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 最悪だしてなあクリック音で天井天月なく花火かなとこしえと刹那の出会い忘れ待ちはする